どうも、はじめまして。趣味の IT チャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは IT で楽しくものづくりにチャレンジしていく動画になっています。プログラムや回路図などは下のウェブサイトで公開していますので、活用してください。では、この動画の本題内容をやっていきます。今回は、M5 スタックのタイマーカメラを利用して LINE へ画像投稿を行っていきます。この製品は ESP32 をマイコンとして OV3660 のカメラを実装した製品となっています。起動時にカメラで撮影し JPEG 画像を取得します。その画像を LINE へ投稿するという内容になります。 LINE への投稿は HTTP クライアントとして行いますので LINE サービスの API を利用するということになります。目次に進みたいと思います。目次についてはこのようになっています。最初に機器選定から開発環境、Arduino 設定を理解していきます。次に LINE 設定を行い、トークンを取得します。続いて、プログラミング、そして書き込み、動作確認というような流れで進めていきたいと思います。では、機器選定に進みたいと思います。機器選定ですが、できるだけ安価なものを探して利用します。Amazon で ESP32CAM が1500円程度で販売されているものもありますが、商品画像では技的マークがないものでしたので、日本で利用するのは基本的に違法です。信頼できる製品で電子工作のウェブカメラとして調査した範囲ではこれらが最も安価でしたので、これらの製品から選択していきます。左の2つは同じ回路構成なので全く同じ性能になります。右に行くほど性能が良くなります。この中で一番右のタイマーカメラが3000円以下と安価で最も性能が良いので、こちらを利用していきます。もちろん技的にも対応していますので、日本で利用しても合法です。このタイマーカメラは見ての通り基板に実装された完成品ですので、配線などは何もありません。プログラミングを行っていき、画像取得や LINE 投稿を実現します。配線などはありませんし、電子工作と言えるか分かりませんが、公開された回路図などを理解していきますので学習できることも多いと思います。次に進みます。電子工作を行う場合に必要な物品をまとめました。これをもとに先ほどの比較表の費用を算出しています。この Excel 形式のファイルはホビー IT サイトからダウンロードしていただけます。今回利用するタイマーカメラについて実物を見てどのようなものか確認していきたいと思います。こちらがタイマーカメラとなります。 XF の2種類ありますが、レンズの違いになります。 X の方が視野が狭く、広いエリアを撮りたい場合は F を利用します。 F はフィッシュアイで魚眼レンズのことです。今回の電子工作は X を利用しています。中を確認していきたいと思います。今回は M5 スタック公式サイトから購入しました。中国から送られてきますが、日本の場合で2週間程度で届きました。製品としては完成されていますので、組み立てとしては何もありません。背面についている土台は取り外しができますので、必要により利用するということになります。マイクロ USB ケーブルが付属されていて、このように接続できます。このケーブルでパソコンと接続できますので、これだけで開発可能です。次に公式ドキュメントを確認していきます。こちらは今回利用するタイマーカメラのドキュメントで、公式サイトで公開されています。配線自体は製品として完成していますが、ポート構成などは設定で利用しますので、どのように配線されているかは理解している必要があります。次に進みます。開発環境ですが、 Arduino を利用していきます。世界で幅広く学習用に使われています。またライブラリなどの提供機能も豊富で、ネットでも多くの学習素材があります。理解しやすく使いやすいので、今回も利用していきます。次に進みます。 Arduino の設定を実施していきます。今回利用するタイマーカメラのボード設定を行います。最初に Arduino IDE の設定からタイマーカメラ用の URL を追加します。追加ができたら OK を押して完了し、次にボードマネージャーを起動します。検索窓に M5 スタックと入力し、最新の M5 スタックをインストールします。次に進みます。 Arduino IDE のボード設定を M5 スタックタイマーキャムを選択してください。他の設定は特に初期値のままで問題ありませんが、書き込み時やシリアルモニタを利用する場合はポートにタイマーカメラの接続ポートが選択されていることを確認してください。次に進みます。
今度はライブラリを追加します。最初にライブラリマネージャーを起動します。起動したら、こちらにあるようにタイマー、キャムと入力します。こちらに表示されたものと同じライブラリを選択し、最新版をインストールします。関連するすべてのライブラリをインストールするか問われますが、今回はこれだけを選択してインストールしてください。インストールが完了すると、これで、Arduino IDE の利用準備が完了となります。次に進みます。LINE API を利用して画像投稿を行いますので、アクセスするためのトークンを取得します。スマホの LINE アプリから設定を開き、アカウントを選択してください。次にアカウントメニューのログイン許可をオンにします。ホームに戻り、友達追加の検索から LINE Notify と入力し、こちらを追加します。これで LINE アプリの設定は完了となります。次にパソコンからの設定に進みます。パソコンのウェブブラウザで LINE Notify にアクセスし、LINE アプリと同じアカウントでログインします。ログインしたらマイページを開きます。次に進みます。トークンを発行するボタンをクリックします。トークン名を入力します。今回はこのように入力しました。次に進みます。トークンが発行されますので、メモ帳などに控えておきます。後でプログラムの設定に利用します。以上で LINE 設定は完了となります。次に進みます。Arduino プログラムについて確認していきます。最初にライブラリの読み込みを行っています。次に、先ほど取得した LINE トークンの設定を行ってください。また、利用環境に応じて、SSID、パスワードの設定を行ってください。今回はサーバ機能は利用しませんので IP アドレスなどの設定は必要ありません。こちらの設定変更を忘れると正常に動作しませんので、必ず利用環境に応じた内容に変更を実施してください。次に、ポート設定を行います。先ほどの M5 スタックの公式ドキュメントからポート構成を把握してここに設定しています。特に変更する必要はありません。最後に、HTTPS クライアントなどについて定義しています。次に進みます。セットアップ関数ですが、最初にシリアルモニタの開始を行います。次に電圧低下チェックについて記載していますが、今回は停止しませんので、この部分は実行されません。バッテリー利用時など、ブラウンアウトの電圧低下エラーが多発するような場合は停止しても良いかと思います。次に、カメラの初期設定を行っています。この中で画像サイズを決定しています。今回は静止画ですので、1024×768 の XGA サイズにしています。画像サイズを変更したい場合はこの値を変更してください。次に進みます。次に LED の設定を行い、Wi-Fi 接続を行っていきます。Wi-Fi 接続中の間は LED が1秒ごとに点滅します。接続が完了すれば点灯するようになっています。次に証明書のチェックをスキップしています。URL に対するサーバの正しさの確認ができなくなりますので、セキュリティ的には弱くなります。ただ、今回はデータ的に重要ではないのでスキップしました。証明書のチェックを行う場合の方法については、別投稿で実施していますので、概要欄に記載しておきます。次に、カメラで撮影して JPEG 画像を取得する関数を実行しています。最後に LINE に投稿を行う関数を実行し、セットアップ関数は終了となります。起動中の処理となるループ関数は何も処理がありませんので確認も特にありません。そのため、次は個別に定義した関数について確認していきます。こちらが LINE への画像投稿を行う関数になります。最初に、LINE サーバへ接続しています。接続すると if 文内の処理に進みます。接続の完了後に、送信ヘッダの作成を行い、そのヘッダの送信を行います。次に、画像データを1000バイトずつ送信していきます。最後に終了のバウンダリーを送信して、送信に関する処理は終了となります。送信が完了しましたので、応答を待ちます。開業コードが届けば応答があったと判断します。次に進みます。接続中に受信した信号をシリアルモニタにすべて表示します。これが終わるとサーバ接続の終了処理になります。また、200行目で、最初に実施したサーバ接続に失敗した場合は、シリアルモニタに接続失敗を表示しています。次に、正常時に、このプログラムでどのようなデータが送信されているかを確認しておきます。こちらが送信データになります。HTTP のポストでデータを送信していきます。最初のヘッダ部でバウンダリーを設定し、データの区切りを明確にしています。最初にヘッダ情報、
次に投稿されるメッセージ、そして JPEG 画像データというようにバウンダリーで区切って送信しています。メッセージ部分は LINE アプリに表示されるメッセージで、この投稿が判別できるような文言を使うのが良いと思います。今回はこのようにしています。画像データ部分は量が多いので、先ほどのプログラムで確認した通り1000バイトずつ分割して送信されます。以上でプログラムを確認してきました。次にこのプログラム自体の書き込みを行っていきます。書き込みですが、タイマーカメラは非常に簡単です。最初にパソコンとマイクロ USB タイプ C ケーブルで接続します。次に Arduino IDE の設定でボードとポートを確認します。最後に書き込みボタンを押すだけです。自動で ESP32 を書き込みモードにして書き込んでくれます。次に進みます。こちらが LINE アプリに投稿される内容となります。メッセージと画像が表示されているのが確認できると思います。今まで確認してきたようにタイマーカメラが起動時にカメラで画像を取得し、その画像を LINE に投稿していることが確認できます。起動するたびに投稿しますので、こちらは3回起動して投稿した内容となります。以上で問題なく動作が確認できましたので、今回はこれで完了となります。今後もこのような IT を活用したもの作りにチャレンジしていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。では次回またお会いしましょう。